エルキ・グスタフ・メラルティンは、フィンランドの作曲家である。メラルティンは、フィンランド大公国と、ロシア帝国家本領との国境付近に位置するカレリア地方のカキサルミに生まれた。生没年は、モーリス・ラベルと同一であるが、作風は全く異なる。同じフィンランドのジャン・シュベリウスよりも10歳年下である。1899年から1901年にかけて、ウィーンに留学し、 ウィーン音楽院でロベルト・フックスに学んだ。帰国後、1908年から1911年までビープリのオーケストラの指揮者を務めた。1911年からはヘルシンキ音楽院で教鞭をとり、1936年まで校長の職にあった。慢性的な病気のため室内での活動が中心であった。 シベリウスの影に隠れて知名度は低いが、オスカル・メリカントやレイビマデトや、セリム・パルム・グレンダと並んで20世紀初頭のフィンランド音楽の黄金時代を築いた。メラルティンの主要な作品は、6曲の公共曲、ピアノやバイオリンのための商品、そして歌曲である。作風は概ね民族主義的であり、シベリウス以上に叙情的な傾向を示す。ただし、指揮者として、 マーラ作品のフィンランド初演をするなど、世紀末ウィーン音楽との濃厚なつながりから後期の作品になるほど表現主義音楽の影響が濃い。第1番から第6番まで6曲の公共曲が残されている。ありがとうございます。